ラゴン代表決定戦サポーテッドバイネクスジェン。さあ、高いホーム戦の素晴らしいボールを見せてくれそうです。さあ、浜ちゃん、飲んで、そして引く、飲んで引く、はい、飲んで引く、そんなルーティンでね、やっておりますけども A の4の2、A の4の2メンバーを選ぶ熱い戦いがこの中から選ばれます、この中から8名ですね、8名左サイド行く、イージーギリギリか。右サイド高い球、右サイド310メートル付近、ドラゴングリーンナイト高田雄太郎選手、皆さん大きな拍手をお願いします。 T グラウンドのファンでした、南出君也選手。さあ、これはセンターから右左右のゾーンは捉えそうなボールが消えてった。そしてこれも右サイド軽いフェードを描いている、見えるが、史上残すところはラスト1球ではあります。この1球で今シーズン幕を閉じてしまうのは寂しいが、素晴らしい打球を見せてくれ、 T グラウンドファンデリスター南出君弘。左の先行高田雄太の322ヤード、高校南出君の339ヤード優勝メーター。ということで、男子を見習ってまた1年、体を積み直して積み上がって、みんなと頑張って帰りたいと思います。ありがとうございます。5年前にゴールを始めてプロを目指して頑張って、5年目でやっと取れました。皆さん本当にありがとうございました。本当は小野さん、僕の大先輩ですけど、4回日本チャンピオンになってます。5回チャンピオンになったらやめようと思ってました、はい、でもやめられないですよね。この味がどんどんできます。まだ痛めないこと、それで正直ちょっとホッとしました、はい、初の決勝かなということで、いろんな、まあ、初めての大会でね、初めてその何て言うんですかね、変わったプレッシャーを感じながらやったんですけども、まあ優勝できて本当に良かったです、はい、世界では、暴れてきますので、応援よろしくお願いします。